2019年1月より PV アニメ、ミニトジが放送決定。PV 第1弾が合わせて公開された。TV アニメ、片梨の巫女とスマートフォンゲーム、片梨の巫女。ひずみし一線の頭皮のキャラクターが小さくなった姿を描く、ミニトジは、みんなの、日常。時々、事件の頭文字を取ったもので、今回公開された PV 第1弾では、小さくなったキャラクターたちが描かれるともに、キャッチコピーには、少女たちの日常は、戦。あるある、女子中高生タイムズ、日本刀のオリジナルアニメ、片梨の巫女が始動。監督は柿本光大。あるある、2019冬アニメ制作スタッフは、監督が篠田優さん、シリーズ構成が朱代葵さん、ミームミーム、キャラクターデザイン創作が監督が尾形博美さん。キャストは、江藤かなび役を本土楓さん、十条姫和役を大西沙織さん、柳瀬舞役を脇安羊さん、糸見さやか役を木野道奈さん、マスコ香織役を松田俊哉さん、小羽村エレン役を鈴木恵里さん、アン桜美穂の役を赤宮道海夏さん、瀬戸内千役を石原夏食さん、七野の里子水役を五十嵐博美さん、六角清香役を藤田茜さん、木戸田美瑠役を沼倉愛美さんがそれぞれ演じる。そしてラジオ番組本土楓のとじラジ、初の公開収録イベントの開催が決定。2018年12月29日土曜日に浅草橋ヒューリックホールにて行われる。本土楓さんや大西沙織さんが出演予定だ。公開収録イベント情報、本土楓のとじラジ。開催日時、2018年12月29日土曜日、会場浅草橋ヒューリックホール。出演者、本土楓、大西沙織。他イベント名、本土楓のとじラジ。イベント、観覧編、昼の部、会場12時30分、開演13時、本土楓のとじラジ。イベント、余興編、夜の部、会場16時、開演16時30分。